和だな。こんな平和な時は池に魚の餌をたくさん撒いて大きな魚影を作りたいな。というわけで大きな魚影を作ります。そのために魚の餌がたくさん必要なので潮干狩りします。まずは化石を掘っていく。潮干狩りとは、なんかできてる。気づかんかった。どういう間取り？おい、なんか知らねえウサギいんぞ。おい、いつ来たんだお前。呼んでないぞ、そんなウサギ。一回も喋ったことない。誰？話しかけてみるか。プースケ。この間あの島で会ったプースケだよ。記憶にないんだけど。影が薄いな。君に誘ってもらったのが嬉しくって早速引っ越してきちゃったんだ。もう部屋の片付けも終わってるし、これからはいつでも遊べるよ。プー。芝居か。潮干狩りを再開するか。貝殻を取っていく。そして釣りもしていく。おい、誰だよ、海に蜂の巣捨てたやつ。絶対こんなところに落ちないだろ、蜂の巣は。犯人は二分の一だな。詳しくは前回の僕の動画を見てください。蜂の巣を木に宣伝していく最強実況者。うーわ、ヤシの木多すぎ。景観が損なわれるどころの話じゃない。この人の家全然見えないもん、もう。誰か知らんけどさ。貝殻狩りじゃんけ。これは絶対ヤドカリのオーラを感じる。ヤドカリのオーラだ。違ったわ。こっちがヤドカリ。違ったわ。おーい、死にてー。なんか死んでんだよなー。うわスズキの魚影して大物釣れるな。ビビったが、なってる、笑ってこう。やめろ。はい、というわけで僕が魚の餌を30個集めてたんですけど、なんとこのサイコパスの、うわー、サイコパスだ。魚の餌いくつ集めたんですか？94個。やばすぎ。絶対入りません、ここの池に。夜も近いんで早速やっていきましょう。魚の餌をガンガン撒いていくぜ。よっ、ファースト魚。これ鯉だな。鯉キングだわ。あー、いい。来てる来てる来てる。多分ね、餌に当たると魚消えちゃうんですよね。そうなんだ。そう、だから餌に当たらないように、こう、餌に当たらないように、え、魚に当たらないように餌をまく。一匹消えた。ちっちゃいの出てきます。伐採してる人いる。斧壊れたんだけど。切っといてあげますよ。ラスキル取ってくれ。いってー。死んでるな。まさか池に魚影2つしか存在できないとかないよね。いや、まさか。いや、まさかまさかまさか。いや、まさか。ちょっと巻いてみてくださいよ。そんな、まさかまさかまさか。よいしょ。あー、よいしょ。これは。デルデルデンデンデン。終わったわ。終わったくさい。おーい。終わったくせー。マジかよ。とりあえず何や、怖い殺人鬼ジェイソンか。今火曜日だぞ。はい、間違えた。ちょっと出勤日。月に1回あるかないかぐらいだろ。何間違えてんだ。とりあえず釣るぞこいつら。あ、やってんな。ちっちゃい。ちっちゃい。何それ、おたまじゃくしか。海に逃がしてあげよう。地獄だ。あれ、どこ行った。ほら。
サイコパスクズ人間だな。何ここ何も見えないそのくだりもうやってんだよな。海のここだったら結構いろんなところに負けるから魚影をたくさん作れるかもしれない。あと90個それ絶対いらないよ。頭おかしい。ずっと一人で集めてたの。そうですよ。浮かれすぎだろ。配信しようかないの寂しくて。え消えたんだけど。え消えたんだけど2匹またえ2匹の法則もしかして。あ消えるわ。見つけてしまった法則を。ちっちゃい魚2匹だけ残ったなあれ企画終わりですかこれ。終わった。検証する時間より集めてる時間の方が長い。もうアサリいらないんだよな。どうするどうする釣り大会しようじゃあ。釣り大会しようじゃあ。じゃあ餌はいつするよ、うん、左上と右上でやってみる。どっちがいいのというか。そうペリカン釣れた。それは網で捕まえるもんじゃそれもやってんだよな。なんだどういうムーブ今。サメ竜宮の使いマンボウシーラカンス釣れた方の勝ちね。ひどいなゴミ企画だったら申し訳ない。法則見つけた。2匹の法則見つけたっていう動画でしたね。チョチアンコ。あもう始めてんの。あいや始めてないの。始めてんのかと思った。くる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 回ってた僕。じゃあ釣り大会スタート。カレーもうしょぼい。これ鈴木パターンかも。あそっか鈴木パターン。僕も鈴木だったわ。鈴木ムーブ来てる。鈴木の時間帯なのかもしんない。サメとかの大物を釣ったら一発で勝利だけど、それ以外は金額にしよっか。オッケーオッケー。雑魚だな。お、でかい。鈴木か。ろくなもん釣れないんですけど。両方の岩、雑魚い説。雑魚い説あるな。来た。でかいこいつは。それ鈴木っすよ。いや、鈴木じゃない。逃げたんだけど。ああ、嫌われてる。釣り堀落としただけで逃げることあんの？そんなことある？なんで逃げたの今。怖っ。魚影、魚影。いや、これは来たぞ。嘘。鈴木だった。うわ、絶対これ鈴木。もう騙され。鈴木だ。当たり前のように鈴木だった。鈴木いっぱい釣るな。この時間帯鈴木しか釣れないんじゃないもしかして。この島が悪いんじゃない。やめろ。なんてことを言うんだ。あ、じゃあ、うわ、タイ来た。タイ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 、はいはいはい、タイ3匹目。タイ0なんですけど。そっち取れないんじゃないもしかして。あ、釣り竿壊れた。鉄鉱石くれませんやばやばやばいこと言ってる人いる。不審者がいる。不審者じゃないよ。お家に不審者がいる。イカ持って帰りたいな、一匹。持って帰ろう。あー、出た。2、3、4、じゃあ10。ちょっとうるさい。あー。うるさい、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 うるさい。うわー、でもこれ鈴木なんだよな。鈴木、鈴木。わー、アンコイエーイ。あー、名前が高そう。やばい、タイ臭い、タイ臭い。これもうタイの匂いがプンプンする。知らんけど。つつき方がもうタイ。おしとやかだもん。鈴木じゃないわ、こいつは。おしとやか。鈴木かうん。変わらない絵がずっと続く。もうなんかタイにも喜べなくなってきた。タイは喜んでいい方でしょ。チトラ、アジとスズキとイカバック。つまんなそう。あ、ミスっていく。完全な無言な時にミスっていく。それは謎いな。喋ってる時の方がうまかったね。あ、アンコ。アンコの数では負けてるな。まあ、こっちはタイの数で勝ってるからな。いや、アジの数なら勝てますよ。アジ100ベルだから。安っ。タヌキ、タヌキ、タヌキのお部屋。タヌ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 。なんかやってるぞ。9、10、
11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、2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 9、20
本当だよ本当。何遊んでんだ。今日僕もちょっとやったけど。やってるじゃん。あ。あ。オンラインになった。やばい、なんか伝わっちゃったのかな。ラスト、ラストで竜宮の使い。あー、それもうパーフェクトゲームでしょ。やばい、魚影が違うな。逃がすのもあるよ。逃がすか、イカやった、でかいの。あ、いいんじゃない。じゃあそいつラストね。そいつで。オッケー、失敗しないでね。おーい。やったわ。するとは思ったけど。どういうの。いけ。何やってんの。怖っ。まずはサメもリュウグウノツカイも何も釣れなかったと。釣れませんでした。というわけで金額での勝負になります。僕が 45,400 ベルです。ゆとつきさんは 35,000 ベルぐらいです、多分。はい、僕の勝ち。おい、泥棒するな。これ打っていきます、今から。やばいでしょ。じゃあ終わるか。